はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、吉田さんからね、続けていれば勝てるよってことだったんですけども、まあレースに例えると、ずっとやってる人と、ずっとやって勝つ人とね、しつこくで、すごくレベルが高くてセンスがいい人が、パッと参加してガッと持っていってさっと引退するみたいな、そんな例もありますよね。で、最も良くないのが、入っちゃ抜けて、入っちゃ抜けて、入っちゃ抜けて、抜けて入ってみたいな感じですよね。非常にもったいないと、もったいない。でも戻ってこないよりはいいと思うんですよ。でも、じゃあ例えばネットビジネスならネットビジネス、情報発信なら情報発信ね、しばらくやっててダメだと思ってやめると、で、また戻ってくるってことは、そっちに行って、いわゆる、まあ、どっかでお勤めだったりね、ライフスタイルをネットじゃないところに求めたときに、そっちではやっぱり拉致が開かなかったってことだと思うんですよ。拉致が開かないから人山当てられなかったから、やっぱりネットに来るみたいな感じですよね。だからこう、行ったり来たりしちゃうんですよね。それだったらやっぱりね、まあ、例えばサラリーマンとして上り詰めることもできるわけですよ。非常に難しい時代になりましたけども、徹底的にサラリーマンやっていく、出世ボロカスにするとかね、それでもいいわけですよね。でも、ちょっとね、まあ、時代的に不利なんですけど、今サラリーマンでのし上がるの時代的に不利なんだけども、でもそれをね、加味しても厳しいサラリーマンの世界でそこそこしかやらないんだったら、それは目は出ないですよね。45歳以上リストラになっちゃいますよ。それこそね、昔のライフスタイルがそのまんま今の時代に来るっていうのは考えられない。40代で役職ついて家のローンがあと十数年みたいなね、そんなライフスタイルじゃないですからね。今吉谷さん知ってます？住宅ローンの返済平均年齢が73歳ですよ。この前話しましたっけね、これね、すさまじいですね。要するに生きてる間はローンを払えっていう話なんですよ。73歳って言ったら、なんか年金すら家のローンってみたいな感じですよね。いや、さすがに私ね、70代で働いてる姿は目に浮かばないです。私自分自身やってるとしたら政治家ぐらいです、70だったらね。もうなんか50代で、まあ、働くっていうのは働き盛りでいいと思いますけども、でもできればね、50代になってくると自由な時間をやっぱり持っとかないと、親のね、介護問題とかも多分あるし、それから別れを惜しまないといけない人もね、多分出てくると思うんですよ。あとは体にガタが来るんで、健康診断やっぱりね、たまに行かないといけないのに、50代60代でむちゃくちゃ第一線でやってたら、それこそね、健康診断行く暇もなくって、健康診断たまに行ったら不健康なことが分かっちゃうみたいなね。だから自分の体のケアをしっかりしとかないといけないのは、スティーブ・ジョブズさんも言われてましたよね。忙しすぎて健康に気を配らなかったみたいなこと言われてましたよね。だからもう本当にね、ものすごく上り詰めても、で、死んでしまったら意味がないんで、やっぱどっかでね、燃え尽きる人生の中で安息の日を、手に入れるようにいきたいですよね。で、 YouTube のすごいところはやっぱりね、YouTube がなんか3年前5年前の YouTube が人を集めてくれてるんですよね。未だに昔の動画を見て来ましたみたいなのもありますしね。最近ね、私FX の教材の中級編を今ね出してるんですけども、ずっと今までねコンタクト取らなかった方が、ずっと見てましたとか言って入門してくるんですよ。嬉しかったですね。すごい嬉しかった。ずっと見てる方が教材出しますよって言って買ってくれるのもすごい嬉しいんですけども、あなたまだ見てくれてたのみたいなね。3年越し4年越しで見てくれた方がついに今回意を決して YouTube じゃない、 Facebook じゃない、なんだっけ、 FX か、 FX 一生懸命勉強したいと、今まで久保さんのずっと見ていて、で、今だと思って来たんですよみたいなね。いや、ありがとうございますみたいな感じですよ。それもこれも YouTube を、ね、ずっと情報発信を続けていたから出会える奇跡だなと思います。ということでね、これから情報発信を、 YouTube でもいいですけどもね、情報発信をしていこうと思う方、この感動を味わってほしい。出会いとか再会がそこにはあるんですよ。ね、すごいと思いますよ。いってらっしゃい。